こんにちは、八代亜紀です。小町です。どうも。今回はこちら、南洋ハギです。太平洋、インド洋、オセアニアのサンゴ礁に広く分布、青、黒、黄色からなる独特の体色を持つファインディングドリーです。あつ森の英語表記はサージョンフィッシュですが、パレットサージョンフィッシュが正式名称。模様と色がパレットに似ていることからそう名付けられました。自然環境ではプランクトンやモルイを食べて生きていますが、飼育環境下ではなんとキャベツや根菜類を食べる草食系と見せかけて、怒らせたら尾びれの付け根にある鋭くて毒のあるトゲを突き刺すっていうね、切れさせたらやばいやつだったりします。ファインディングドリーっていう作品はね、ニモの続編で、まあおまけっぽい雰囲気が漂ってたんでね、気を抜いてみたんですよ。そしたらもう見事に号泣させられましたね。南洋ハギは熊の実と一緒で4月から9月に出現します。まあ熱帯魚系は大体この時期ですね。さあさあ、今日はね、釣りながらドリー関連のことをねちょっと語りたいんで、そのね、欠点って何みたいな話をしていきたいと思うんですけれども、あのね、うちの親父っていうのが10年前ぐらいにくも膜下出血をやらかしてね、ちょっと待てよ、よし、一発目に来てくれたから話に集中できる。十数年前に親父がくも膜下出血で倒れたんですよね。で、病院に数ヶ月入院してたんですけど、その間ずっと息はあるけど目をつぶったまんま。でも、まあ奇跡的に目を覚まして、なんか知らんけどリハビリもこなして、体はねちゃんと動くように今は復活してるんですよ。ただ、さっきやったことを覚えてられないんですよね。まあ短期記憶障害というよりも、この場合は高次脳機能障害っていう名前がつきます。まあ地方っぽいですわな。でもね、ボケとるくせにおもろいんですよね。よし、熊の実。例えばある日ね、おかんとおとんが出かけますと。で、僕に、おう、行ってくるって言うんですよ。どこへ行くんでって聞いたら、ん、どこだったかな言って。で、おかんが、どこどこだかな、早く行くよとか言って、おう、そうじゃそうじゃそうじゃ、行ってくる。で、どこへ行くん、どこやったかな言うとまたお金に怒られるってね。また別のパターンではね、まあ僕の親父ですから、そらもういわゆる女遊びっていうのをねしてたわけですよ。浮気、不倫、不倫までいっとったんかな、ようわからんけどまあそんなんをしとって、まあ親父の連れと僕仲いいんで、よう話を聞いてたんですよ。こんなことあんなこと一緒にしたんじゃ言って、わはは、いう話をしててね。で、不意に親父にね、その話をしたるんですよ。父さん、なんか仕事で帰ってくるの遅えとかってそういう風に思っとったけど、女と遊びようとやろうって言ったら、ぬぐとるくん、仕事翔太に決まっとるかなって言うんで、いや、よう言うわ。あそこのおじさんに聞いたんで、って言ったら、素直になって、ほほー、そうなんよの。わしも昔は悪いことばあ翔太んじゃ、お母さんには言うなよ。言うんですけど、おかん全部知ってますからねまあ今の親父の状態っていうのは、どこか欠けていてかわいそうな人みたいに見られがちなんですけれども、言うてみれば、まあ親父が正常に見えた時代から比べてみたら今は変
ってなるだけだと思うんですよね。でまあ欠点って欠けてる点じゃないですか。でそれってね、誰かと比べないとわかんないことですよね。でお前は見てくれが変だ、喋り方がおかしい、考え方がイカれてる、いろんなこと皆さんも言われた覚えあると思うんですけれども、そんな言われ方したらね、欠点とされてる部分を必死で隠そうとしちゃいますよね。でも欠点ってまあ欠けてる点じゃないですか。まあ何にせよこうパキッとね、欠けたところって美しいと思うんですよ、光っててね。でその欠点ってされてるとこが実はその人の魅力だったり、欠けたな、でもあるんだよ。まあその欠点、欠けたところっていうのは実はピカピカ光っているもので、そこを遠慮なく晒してる人がなんか魅力的に映っちゃったりする、そんな人が大好き、こんな僕は変態、そんなところが欠点、そんな話じゃないですかね。なんだこら。さてさて、今日の動画はどうでした？語りたいことがねありすぎて、まとまってるようでまとまってなくて、わかる人にしかわからない、こんな動画の作り方をしてしまうこと、それこそがはい僕の欠点です。